北野しおりのリアルドライ。皆さんただいまです。北野しおりです。無事に戻ってまいりました。佐藤美久です。いやー久しぶり美久ちゃん。そうなんですよ、はい、皆さん。実はですね、私たちもブルガリアのホテル以来別便で日本に戻ってきたので。はい、いや本当にいろいろあったブルガリアでしたね。そうですね。いろいろ。まあ、確かにね。まあ、ちなみにね今回この番組を初めてお聞きの方に、ご説明申し上げますとですね、私佐藤美久そして、お隣の北野しおりちゃんは、はい、9月の14日15日に、ブルガリアのソフィアで開催されたアニベンチャーコミックコン2019に、私は主演映画、22世紀グーアの招待上映、しおりちゃんはコスプレイヤーとして参加してまいりました。そうですね、はい、でどこから話します？なんかいろいろ話したいこともりもりで、そうね、なんか逆に戸惑っちゃうんですけど、ネタがいっぱいすぎて、まあ、じゃあまずは、まあ、行きの飛行機から、はい、まあ、会場の下見までにね、ついてね、はい、お話ししていきましょう。いやそれだったらほぼ半分は行っちゃうんじゃないですか。そんなことはないと思うけどね。まあじゃあとりあえずね話ねしていこうかなと思うんですけれども、はい、まあまず、羽田ですね、羽田空港にね、はい、行きましたね、はい、で集合して夜ですね、あれは22時ぐらいに、ね、そうですね、飛行機飛び立ちまして、うん、で、そこからまあ機内トランジットですね、はい、までが、12時間、12時間半日ってすごい、ね、大変でしたね。もう長かった、長かった、お尻痛かった、お尻痛かった、腰も痛いし。何してました、飛行機の中で。ねでも映画見てて、はい、でその中でドラマもあって、はい、あ、へー、でテレビ朝日さんの大人気ドラマの、はい、ドクター X が、はい、あって、はい、見てたんですよ、はい、たまたま私が参加させていただいた回でして、あ、へえ、まさかの空港で自分が出てる場面を見れることができて、一緒に写真撮りました、空の上で。いや、なかなか貴重な経験を粋でさせていただきました。すごい。しおりちゃん何してました？いや、私ほぼほぼ寝てて、ちょっとだけ映画見ました。なんかもうお尻痛すぎて、ね、苦痛を忘れるために寝てました。ジタバタ。なるほどね、はい、でそのまあ12時間後ですね、はい、トランジット先の、パリシャルル・ド・ゴール空港に、はい、着きましてですね、はい、パリの空港でございます。おしゃれ、おしゃれでした。響きだけでもおしゃれ。もうトイレからもおしゃれでした。そうだって。そう、トイレね入ったんですけど、トイレまでもがすごいおしゃれで、写真撮りました。なんかパリってだけで2割増しぐらいおしゃれに見えますよね。そうなんですよ。パリ来たなみたいな。パリ来た。フライングでお土産買っちゃいそうになりますね。うん、そうですね。なんかウキウキしちゃって、まあ、そこではね、まあ、なかなかね。でも本当に過ごさせていただきまして、そして、はい、パリから、ブルガリアにの、空港までね行かせていただきまして、はい、まあでも大体4時間3時間4時間ぐらいですね。3時間半って書いてあるの。あ、そうですね。でも近かった。はい。でそこからブルガリアに着きまして、そして、なんと空港の方で、はい、お出迎えをしていただきまして、そうですね、はい、アニベンチャーコミックコン2019の、運営スタッフの代表の一人、はい、デニサさんという、ね、デニサさん方が、来てくださいまして、はい、プレゼントもねいただきましたね。そう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 、バラの、もう本当にブルガリアイコールバラという感じなんですけれども、はい、バラのハンドクリームとか香水と石鹸が入ってるボックスというか、プレゼントボックスみたいな、ね、なんかね、お化粧ボックスとか、そうそうそう、とあとなんかブルガリアのこう雑誌みたいなのも入りくださいまして、本当にありがとうございます。はい、もうブルガリアらしいものいっぱいいただいちゃって、はい、もうついて早速、はい、そしてでその後ホテルですね、はい、ホテルに向かいまして、もう会場の窓なり、窓なりすごい、そうですね、すぐだったんで、もうでもね、あ、よかったなというか、はい、でもすごい綺麗なね、ホテルでしたね。綺麗だし近いし、一緒の部屋だったんですけど、はい、楽しくね部屋をね過ごさせていただきました。そして、で次、まあ、ご飯をね食べようってなったんですけれども、はい、まあ、まさか のレストランがないというね、近くに何もなかった、近くにないんですよ。結構もう夕方ぐらいにはもう閉まっちゃう感じだったんですけれども、オフィス街みたいなところ一瞬探したんですけれども、もう目の前のでかいスーパーしかなかった。いや、そうそう、なんかあれほね、で、まあ日本でいう、まあ、コストコに近いんですかね、か皆さんが考えるような、そうですね、業務スーパーですかね、大量買いみたいな、そう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 ですね。で最後、
で次ですね、現場の下見、次の日ですね、はい、現場の日下見に行かせていただきまして、びっくりしましたね、あの私たちのでかいあのパネルっていうのかな、あーなんかパネルっていうのか、日本から来たよっていう、まあ、ポスター、でかいポスターをですね、あの貼っていただきまして、写真みたいな、っていうドドーンとね、えあれは結構でもびっくりしました、ありがたいというか、うん、すごい、嬉しい恥ずかしいみたいな、いやいやいやまあそうですね、まあ、結構ここまであのお話しさせていただきましたけど、はい、続きはね、あのまた後ほどね、はい、あのお話しさせていただければなと思います。はい、それではですね、改めましてこの番組北野詩織のリアルドライは、コスプレイヤータレントの北野詩織ちゃんと、はい、私女優の佐藤美久の2人が、コスプレイヤー、アニメ BL そしてサブカルなどについてリアルにそしてドライに進行していく番組です。それでは今回の最初のコーナーはイベントオブマンスリーのコーナー、イエーイ。このコーナーは毎月放送の翌月、東京や千葉など基本関東圏で、開催されている代表的なコスプレイベントなどのご紹介や、各イベントの、特徴やセールスポイントなどについてリサーチャーさんの独断と偏見も交えて紹介していくコーナーです。まず一つ目ですね、11月の2日土曜日と、3日日曜日、4日の月曜日祝日ですね、こちらが、コスプレ C ブロック主催の、幕張海浜公園撮影イベント、うん、こちらが千葉県千葉市です、2つ目が11月9日土曜日と10日日曜日、こちらが株式会社ハコスタ主催、アコスタ AGF2019 スペシャル、こちら東京都豊島区東池袋です。3つ目が11月の10日日曜日が足利姫玉制作委員会主催の姫玉ゆる会、こちらが栃木県足利市です。そして4つ目が11月の10日日曜日ですね、JCF 実行委員会主催の JCF in ビッグポップ、うん、こちらが千葉県印西市です、はい、そして、5つ目が11月17日日曜日ですね、花丸研究会主催の、撮影やパフォーマンスで使える剣術、基礎講座がこちらが東京都北区になっております。はい、で11月はですね、やはり、各地でコスプレイベントも盛りだくさんです。昨年は12月に入った途端に急に寒くなり、屋外のコスプレイベントもとても過酷な状況でした。今年もの冬がどのような気温になるかはまだ分かりませんが、昨年と同じように寒くなる可能性もございますので、この11月のうちに目いっぱいイベントを堪能しておくといいかもしれません、はい、まず、11月2日から4日まで開催されている幕張海浜公園、撮影イベントはですね、広い公園の様々なスペースで撮影ができます。芝生のエリアや遊具のエリア、和風庭園のエリア、砂浜のエリアなど、豊富なロケーションでの撮影が可能です。ただ公式ホームページによると、更衣室の問題により男性のコスプレイヤーが参加できないこともあるとのことですので、はい、参加される際には必ず事前に、主催者に直接お問い合わせしてみてください。続いて、11月9日と10日に池袋のサンシャインで開催されるアコスタは、アニメートガールズフェスティバル通称 AGF、はい、と、連動して開催されます。 AGF は乙女ゲーム、アニメ、コミック、グッズ、コスプレなど女の子のためのすべてをテーマに開催され、今年で10周年を迎えるイベントです。へー、はい、そんなに、女性向けのブースやステージがたくさん用意されているので、コスプレをしながらイベント会場を、回るのも楽しそうです。そうですね、はい、そして11月17日に開催される花丸研究会さんのイベントは、コスプレイベントではなく実はワークショップなんです。へー、はい、珍しい、はい、日本刀を使った撮影や、パフォーマンスに慣れていない初心者の方に向けて、動きの基礎や、実際に戦う構え、そこからの、連携を伝えるワークショップだそうです。刀の持ち方や、構え一つで写真は大きく変わりますので、ワンランク上の撮影をしたい方におすすめです。
ワークショップの後に撮影の時間もあるそうです。学んだことをすぐに実践できる場があるのも嬉しいですね。へー、すごい。はい、コーナー冒頭で申し上げました通り、はい、秋ということで、その他にも各地で大小さまざまなイベントも開催予定ですが、時間の都合で省略させていただきましたこと、あしからずご了承ください、はい。なおイベントによっては、事前申し込みが必要であったり人数の上限が設定されているケースもございますので、必ずホームページなどのご確認の上ご参加ください。またお問い合わせの際には会場ではなく、くれぐれも各イベント主催者さんにお問い合わせいただきますようお願いいたします。以上、イベントオブマンスリーのコーナーでした。今月の塩ミクランキングのコーナーよっ、イエーイ。改めまして、現在放送中の北野しおりのリアルドライ、担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております。さて、続いてのコーナーは今月の塩ミクランキングです、はい。このコーナーはグルメセレブを目指すしおりちゃんと私佐藤美久が毎回番組で用意していただくものについて、実際に今からこのスタジオで一口サイズで食べたり飲んだりしてみて、その好みをもとにランキング形式で発表させていただくというものです。ただししおりちゃんはグルメセレブを目指していますので、そのランキングは当然高いものが上位に来るはずですので、そこにも注目してみてください。そしてお断りしておきますが、可愛いキャラクターのコスプレ衣装でファンを獲得しているしおりちゃんと、一応誠実というキャラでいろんなお役をいただいている私佐藤美久がガチリアルに、もしかしたらちょっとだけドライにコメントしていきますこともあしからずご容赦ください、はい。さて今回はですね、ブルガリア帰りということで企画をちょっと変えまして、ほう、ブルガリアで美味しかった食べ物選手権にしたいと思います。おまあ2人ね、はい、いろいろあると思うんですけれどもではでは、じゃ あ, まあ早速、はい、じゃあ第3位からいきましょうか。第3位、はい。まあ、なんだろ う順位つけるのちょっと難しいんですけど、そう難しくて、はい、でもやっぱ何でも美味しかったっていうのが、うん、全体的に日本人の口に合う味付けで食べてて違和感がないのが、うん、全体的に多かったって最初に言っておこうかな。そうそうそう、私も思いました。なんか街中にね、いろいろなんか、そうなんです、屋台とかね、反対とかね、そうそうそう、そうだから特にそれこそ冒頭で話したスーパーのね、はい、前にあった、はい、ホットドッグ屋さんとか、あ、美味しかったですね。普通に美味しかったそう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 、あれはなんか何もない中で巡り会えた、はい、はいはい、だったのかなっていうふうに思います。確かに暗闇の中に、うん、そう何もないみたいな、ゴンどうしようみたいなところでね、必死でしたからね、うん、美味しかったなと思います、私なんか街中に売ってた、うん、食べ歩き用、うん、みたいな感じのコーンとか普通に美味しかったですね、なんかトウモロコシ、うん、焼きトウモロコシみたいな、あ、なるほどね、置いてて美味しかったです、うんうんうん、はい。じゃあ続いていきますか、はい、第2位ですね、私からじゃあ、はい、私はですね、ホテルの中に実はレストランがありまして、はい、そこで食べたポルチーニだけのリゾットです。あ、これヨーロッパ風の感じで、あ、はい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 、すごい美味しかったです。もうお米が、あ、嬉しかったですね。そう、お米が嬉しかった。久しぶりに見たなみたいな。めちゃくちゃ美味しかったです。そう、リゾットだからさ、こうやっぱお腹にもたまるし、あ、はいはい、なんかご飯だ、お米だって思いながら、はい、美味しかったです。はい、私はですね、はい、なんか本当に全体的にそのどこのレストラン行っても、うん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 、街中のご飯屋さん行っても、うん、何でも本当に美味しかった、うんうんうん、なんかチーズとかも美味しかったし、うんうん、ハムとかも、うんうんうん、パンとかいろいろ美味しいなって思ったんですけど、うん、ハンターチキンっていう街中のお料理屋さんにあった、おーおーおー、なんか鶏胸肉、はい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 、はい、なんかちょっとヨーロッパ風の味付けにしたお料理があって行きましたね。なんか鶏胸肉ってあんまり外で食べることないんですけど、すごい柔らかくてしっとりしてて、味付けもなんかハンターチキンっていう名前の割にすごいあっさりしてて、そう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 、美味しかったです。そうなんだよね、そうそうそう、あとこってり系と思って頼んだらさっぱりめのね、しおりちゃんすっごい好きで、はい、これ美味しい2回連続ぐらい頼んでした。そうそうそう、言ってたね、言ってたみたいね、はい、ブルガリアのお料理、ブルガリアのお料理食べ物何でも美味しくて、そう、なんかなんだろう、うん、全然日本人の方でも
ぜひ行っていただきたい。外れがないですよね、何食べても。そう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 、だから違和感がなくて、そうそうそう、美味しかったですね。ではじゃあ、はい、ハイアル第1位、はい、まあ、これはもう皆さんもうね、はい、期待してる通りだと思うんですけれど、望まれた答えそうですね、まあ、第1位は、はい、ヨーグルト、ヨーグルトですね。お二人満場一致で、はい、ヨーグルトでございます。はい、なんか本当にヨーグルト、なんかブルガリアってヨーグルトのイメージもともと持って行ってたんですけど、うん、本当にヨーグルト多かったし、多かった、いろんな種類あったし美味しかった、うん、それこそそのホテルの前にあったスーパーなんかもう棚全部もうヨーグルトみたいな、そう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 これもこれもこれもみたいな、そうそうそう、ヨーグルトってこんなに種類あるんだみたいな、そうびっくりした、ね、なんかその中でね、はい、私たちが決めたね、はい、まあ、ヨーグルトがあって、それぞれ私一応あのカップね洗って持ってきたんですけど、素晴らしいこれ皆さんご存知ダノンの、はい、あのねアクティビアっていう、あのちょっとね映像配信版ねご覧いただければ、まあ、パッケージ一応ね私見せてるんですけれども、はい、そうダノンです、皆さんがね多分よく食べる。でこれアクティビアって、はい、ビオっていう意味なんですよ。だからダノンビオなんですよ、あ結局は、はいはい、それのそうなんです、いちご味をねあの買いまして、へでかい、もうでかい、普通の多分サイズの2個分ぐらいある、そうそうそう、お安いし、うん、しかも安いんですよ、そう量が、これ日本円でだいたい100円しないぐらいです、そう日本円で、でもほぼ飲むヨーグルトみたいな感じでね、振って飲んでます、ね、そうです、そう粒感もあって、もう全然でも日本よりかはちょっと酸っぱいかな、へっていう感じは私はしました。へー、しゅうちゃん、はい、私が選んだヨーグルトは、うん、あのちょっとカップ持ち帰ってないんですけど、はい、みくちゃんの写真撮ったと思うので、そうそうそう、あのでそれをあげます後で、ね、後日紹介してもらって、はい、あの10なんかブルガリアのヨーグルトってこういうみくちゃんが紹介したみたいなフルーツのヨーグルトもあったんですけど、結構なんだろう、乳脂肪分が何パーセント入ってるか、牛乳みたいな感じで、そう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 、そのパーセンテージ大きく書いてあるヨーグルトがいろんな種類あって、私その中で、まあ、そのスーパーマーケットの中で、うん、まあ、パッと見で、ね、一番乳脂肪分高い 12% っていう、そう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 、珍しいんです、ね、パッケージね、日本でそんなの見たことないと思って買ってみて食べたんですけど、すごかった。そう、もう私もねちょっとね食べさせてもらったんですけど、はい、いやすごい、なんかね、なんていうか、クリームチーズみたいな、そうそうみたいな、クリームチーズもうちょっと柔らかくした感じで、ヨーグルトなんだけど、なんだけどみたいな、なんか調味料として使う感じ、お料理とかにね、うん、使いそうな感じでしたね、こってりというか、こってり振った時もポチョポチョ言ってたもんね、いやなんか結構2、3口で満足しちゃうそう、で同じこれとダノン、この私が紹介したダノンぐらいありましたね、大きさも大きいですよ、そうなんですよ、すごい安かったですよね、多分安い、これあのダノンのヨーグルトよりか安かったはず確か、うん、そうそう、フルーツ入ってないか分かんないですけど、あんなの日本でお目にかかれないんですよ、お目にかかれない、なんか美味しかったし楽しかった、美味しかったし種類豊富でね、ブルガリア来たなって感じしました、そう来たな、そうヨーグルト目の前にして、ね、ヨーグルト目の前にしてブルガリア実感しましたよそれ思いました。ではですね、もう本当にたくさん美味しいものがあって、なかなかこう順位をつけるのが大変だったぐらいだったんですけれども、難しい、難しい、何でも美味しかったとにかく皆さんヨーグルトは本当に美味しかったでございますので、はい、はい、ぜひ皆さんね、もし行く機会があれば、はい、ぜひぜひヨーグルトたくさん食べてみてください、はい、はい、では、以上今月の塩ミクランキングのコーナーでした。今月のおまけ、続いてのコーナーは今月のおまけ、はい、私たちが、大好きなアニメや漫画などについてくる特典というかノブリティグッズ、いわゆるおまけについて、新刊本や DVD、写真集などのおまけについて佐藤美久完全独断による一押しの一品を紹介していくというコーナーです。はい、待ってました。はい、ありがとうございます、今回ね、ご紹介させていただくのは、テレビアニメ、フェイト、グランドオーダー、はい、絶対魔獣戦線、はい、バビロニアフェアです、はい、原作はですね1700万ダウンロードを突破した、スマートフォン向け、フェイト RPG、はい、フェイトグランドオーダーです、同作で屈指の人気エピソード、はい、第七特異点を題材としまして、はい、今月、10月5日から、オンエアされております。おそしてね、あのしおりちゃんの好きなアニメの一つでございます、はいはい、そうでございます、はい、さて、今回のフェアナインはですね、開催期間は2019年10月
19日土曜日から2019年11月24日日曜日です、はい、開催場所は、全国アニメイト、そしてゲーマーズ、はい、そしてゲーマーズオンラインショップです、期間中はですね、開催店舗にてテレビアニメ、うん、フェイトグランドオーダー、絶対魔獣戦線、はい、バビロニア、はあ、関連のキャラクターグッズご購入、はい、ご予約内金1000円ごと、または、CD ブルーレイ DVD をご購入、ご予約内金1000円以上必須、1本ごとに、書き下ろしクリアカード全7種を、1枚ランダムでゲットできます、はい、またキャラクターグッズ、CD、はい、ブルーレイ DVD と一緒に、書籍をご購入していただいた方には書籍の、購入冊数分、はい、特典クリアカードをランダムでゲットできます。特典クリアカードの、絵柄はですね、藤丸律香、はい、藤丸律香、そして、マシュ・キリエライト、はい、ロマニアーキマン、はい、ギルガメッシュ、はい、マーリン、イシュタル、はい、エルキドゥの全7種でございます。はい、シュウちゃんどのキャラクター好きですか？私マーリンが好きですね。マーリンね、普通に強い。あ、普通に強い。はい、ゲームして性能が強いんで。あ、そうなんだね、はい、私的に。あ、なるほど。では最後に、ちょっと、注意か、事項としまして、はい、アニメとオンラインショップ、そしてゲーマーズ、オンラインショップでは、はい、書籍は、特典、付与対象外となります。そして、ランダム配布ですので、はい、特典はお選びいただけません、はい、そして金券やチケットなどの非課税、商品、はい、くじ商品が発売される場合は対象外となっております、はい、特典はなくなり次第終了となりますのでお気をつけください。皆さんぜひね、たくさんゲットしてみてください、はいはい、以上今月のおまけのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングが近づいてまいりました、はい、北野しおりのリアルドライ皆様いかがだったでしょうか。いや、なんかこうやって無事にこう、うん、ブルガリアから帰ってきて、そうだね、ラジオで取り上げて、うん、あの振り返ることができて、うん、すごいなんかあの濃い、そうね、時間だったなって思います。今回は特に私もそう思います、はい、ではですね、我々2人の活動はですね、ツイッターやブログなどを検索していただければと思います、はい、そしてこの番組のお聞きの皆様、ご感想ご意見もどんどんお待ちしておりますので、こちらのアドレスまでメールお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.cominfo@plus-vox.com 北野しおりのリアルドライまでお願いいたします、はい、それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。それではまた。